闘訓練にようこそ。ここでは戦車の操縦と敵車両の撃破について学ぶことになる。出撃開始。皆のブーンを祈る。自車両の隣の軍用車両にカメラを向けろ。マウスを左右に動かせ。カメラを動かせば砲塔はそれに追従する。指定位置まで移動せよ。道に沿って移動せよ。建物や車両を損壊しないようにするんだ。よくやった。戦車の操縦を習得した。射撃位置まで移動せよ。画面右下のミニマップ上にマークされている湿地を渡る際には不整地では速度と機動性が落ちるという点に留意せよ。敵車両を撃破せよ。精度を高めるには照準サークルが収束するのを待て。再発射するには走行関数完了を待つ必要が。射撃目標確認。次の射撃目標に用意を。マウスを動かして敵を狙え。敵車両に直接照準すれば目標は赤く輪郭表示。敵車両撃破確認。よくやった。最初の敵を撃破したぞ。射撃位置まで移動せよ。画面右下のミニマップ上にマークされている。照準サークルが目標を射撃目標を解除から撃つんだ。いいぞ。走行貫通。自動照準を活用せよ。簡単に撃破されないためには動き続けることが大切だ。自動照準を活用すると移動中の射撃がやりやすい。移動しながら違う射撃目標を探すぞ。自分で狙う必要はない。自動照準に任せるんだ。射撃用意完了。次の射撃目標に用意を。やったぞ。敵車両撃破。よしいいぞ。重装甲の敵車両を押したんだ。指定の位置に移動して敵車両を発見せよ。最後の敵戦車を見つけ出して撃破するんだ。敵車両を発見するには視認範囲内に捕らえる必要がある。スナイパーモードを用いて遠距離の目標を狙え。射撃命令を撃破せよ。当たったぞ。移動中の次の射撃目標に用意を。敵戦車の前方を狙え。自動照準は移動中の遠い目標には役に立たない。射撃目標解除。走行貫通。よし、次の敵を探せ。よくやった。隠れて遠距離狙撃する方法を習得した。これで訓練は完了だ。